どうもバリモス協会でございます。というわけで本日は焼き鳥丼でございます。炭火焼き鳥丼、よく買ってるつまみで食ってる焼き鳥なんですけども、こちらのこれで真ん中卵落としましたけども、普段しませんけど今回落としてみました。というわけでいただきます。まずは何にもかけてないとこからね、白ネギと鶏肉とだけですね、具は、卵とね、あとマヨとめんつゆと七味と唐辛子。いただきます。これはうまいぞー。うまい。めっちゃ香ばしくてうまい。まあ、まずくなる要素ゼロですけどね。普通にお惣菜の焼き鳥のネギマとかの塩を買ってこられて、それを焼いてやってみるのもいいかもしれませんね。めちゃくちゃうまいです。ほんとね、めんつゆ、のり、まさにのり、マヨ、唐辛子、これだけで大体うまい。これがね、私のこういうのっけ丼みたいなやつではね、最強の組み合わせだと思う。やばい。この卵のところは卵かけご飯のタレね、混ぜております。うまい。やっぱちょっとタレ混ぜた方が美味しいな。この鶏肉ね、下味がたっぷりついてるんですよ。酒の味みたいな。よくある炭火焼肉、炭火焼き鳥みたいなやつあるじゃないですか。あれみたいなもんで、結構塩コショウしっかりしてあるんですよ。ほんと酒のあてみたいな感じでね。出るもんって、もう味付けなしでそのままやってますけど、ちょうどいい。これうめえわ。アマゾンで買ってるんですよ、いつも。いつも言ってもね、半年に1回ぐらいですけど、いつもレンチンしてそのまま食べていいんだけど、焼くとやっぱ全然違うね。
作れへん、うん、あ、うまい。これ麺つゆがかかってると超うめえ。うん、他の麺つゆより総味の麺つゆは高いですけど、それに見合った値打ちはありますからね。今回は特に卵黄を入れて正解でしたね。全体的にやっぱりこういうものって真空パックされてきてるけど、普通にやると焼いたりもしてもそうやけどパサッとしてるんですよ。これがこの卵黄のね、多少のしっとりさでね、後半はね、すごく味変にも飛んだわ。喋りながらやるとこういうことになりますからね。後半の味変にもなってね、むちゃくちゃうまいです。この白ネギの辛みもね、ほんといいね、うん、ほんとこのめんつゆマヨ、海苔、唐辛子、このこれが飯、飯にすごい走りますわ、うん。焼くだけですから、買ってきた焼き鳥チンでもいいと思いますよ。ちょっと焦げ目、香ばしさを入れるとさらに美味しいかなと思うんで、焼き鳥、もも、塩を買ってきてフライパンでちょっと炒めて、うん、やってみてはいかがでしょうか。というわけでパティモソ協会、本日は激うまい焼き鳥丼でございました。というわけで、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。